本当稽古始まった頃はそんなに気負わずに楽しくやれたらいいなって思ってたんですけど、やっぱだんだんその稽古が進んでいって形が出来上がっていくにつれて、そのやっぱ僕がしっかりしないとこの作品が組み立たないというか、この全部で14ぐらいだいぶ歌って10曲以上歌っていて、出てる時間で言うと公演時間の9割9分といいますか、もう本当に袖に戻る時間がないような、やっぱ本当に出ずっぱで、やっぱ俳優って大変だなというか、皆さんに助けていただければどうにかなるじゃないけど、そんな気持ちでやってます。7年ぶりに福君ともね、またね舞台に立てること本当に嬉しく思うし、もう抱きしめたくなるぐらい本当チャーミングでなんだろう、僕はアンクル J だと思ってるんですけども、本当に抱きしめたくなるような福君の感情豊かな芝居と、そしてミュージカルナンバー、むちゃくちゃ期待してください、はい、怖いな、ハッピーになりますよもうなんか東宝とかにもうバンバン声がかけられるぐらいミュージカルスターへの道をもうだっていつもミュージカルって大体同じ人ばっかりじゃないですか同じ人ばっかりなんかもうその当事者なんですけど本当に申し訳ないですけど、ミュージカルスターになってほしいということでしたけど、いやもう精一杯頑張ります本当に。